指名手配されてるただ一人の政治家日本国民党代表前葛飾区議の鈴木信之ですいやー吉報なんですよ吉報何が吉報かってね群馬の森っていう県立公園にねもう10年以上ですかかりました朝鮮人追悼碑が、えー、設置されてで、えー、それが 県知事今の山本県知事の前の大沢県知事が撤去しなさいというそういう命令を下したんですねでそのきっかけというのはそよ風さん日本女性団体そよ風さんが、えー、おかしいとこの追悼費おかしいじゃないか公園のルールにも違反してると,というのはあのここのね これにもあるんですけれども、おあ輪っかが入っちゃうな、えー、この追悼碑ね、で、えー、何があ違反してるか、ここにね、強制連行ってあるでしょ、強制連行っていう言葉は、えー、日本は認めてないと、えー、だからそういう文言を使っちゃいけませんよ、それから県立公園、パブリックスペースですから、ちゃんと、 追悼なら追悼してください政治集会はやっちゃいけませんよっていうことを厳しく群馬県は、えー、取り決めをしたんですねこの追悼紙を守る会と。で、えー、いつくつもの項目をちゃんと詰めて、えー、このルールを守ってくださいねってやったんですで10年間かけて、えー、全く守られなかった。 集会では強制連行という言葉を使っている、日からは削ったんですよ、群馬県偉い、日から強制連行などというね、えー、そんな嘘もうも偽りは消しなさいということで、最初から入れさせなかった、だけれども、守る会というのは、実態は朝鮮総連とかね、えー、朝鮮韓国団体ですから。 強制路全行というこの言葉を使ってね政治集会をずっと続けていたというのが、えー、実態なんですよ。で、えー、群馬県が、えー、もう復復許可公園使わせませんとね10年経って使わせませんってなった時にそよ風さんがこれをやったわけですよね。 で僕らもそのそよ風さんを前面に押し立てて、えー、応援してきたで当時の大沢知事が英断してくれたでそこで出てきたのがこの角田義一さんという、えー、民主党時代の参議院副議長弁護団長ですで彼は、えー、副議長を辞めたのは 朝鮮総連から違法献金をもらってこれウィキペディアで調べると出てますからね違法献金をもらって本来だったらスパイ防止法があれば逮捕ですよね即ねでもそれなくても外国からの献金ですからこれは逮捕される案件違法行為ですよただ参議院の副議長ですからねで副議長を辞めるということで えー、勘弁マークが出て、えー、警察が訴追しなかったなんで副議長を辞めたか朝鮮労働連からの違法献金がバレちったから辞めたんですよその違法行為を働いた角田義一弁護士がなんと弁護団長にかかったで私も3年ずっと前橋地裁通いましたそよ風さんなんかと通いました まあ、た生意気でね、あのね、ずっと弁論聞いてるとね、えー、立ってね、お役人の方にね、あ,あんたらは、ね、テレビで見てるようですよ、あんたらは、えー、どうこうだろう何、何を考えてるんだと、ねえー、人権をなんと心得てるみたいなことを言うんですよ、ねえー、あんた呼ばわりでね、えー、お役人さんを。だけど おあんたこそ何をやってんだとねおうおうおう、金もらって <laughs> 生涯いくらもらってたか知らないけどお今もらってるんだろうけどね、そんな時に、えー、今度はまた、えー、この違法行為を働いた朝鮮団体の弁護団長かよっていうことですよで、ここで、えー、また問題なのはこの群馬の森の 朝鮮人追悼碑には実は名前がないわかりますか名前沖縄に行って慰霊碑を見ると名前があります靖国神社行って優秀館見ると名前があります名前だけじゃなくて写真もあるね？追悼碑っていうのは誰を追悼するんでしょうそこで亡くなった人を追悼するんです 群馬県で朝鮮人が、えー、日本人に迫害されいじめられて亡くなった。じゃあ誰なんだろうそれは高崎なんだろうか前橋なんだろうかないんですよ。つまりいない。いないんだけど追悼碑を作ってそこで政治,政治活動をやろうというね、魂、え、胆、ー。 でそれはやはり最初に取り決めた公演の規則に違反してるから群馬県はもうだめよと10年間使わせたけど反省しないから、えー、火を撤去しなさいと、ねえー、そうなったわけです。で、えー、皆さん最初の裁判がね双方不服なんですよ群馬県側も抗訴した交際広報した。 で角田義一弁護士もこ構想したなぜかというと3年間全部聞いてますから鈴木は言い分は群馬県が正しいと違反してると朝鮮人追悼費を、ねえー、守る会の人たちは、えー、最初の取り決めに違反して強制連行だなんだ政治集会を明らかに開いてると。 追悼という名のやっちゃいけないことを政治集会やってるとだけどね最初のお1回目の更新だから勘弁してやれよと反省するだろうとそういう甘い考えで、えー、前橋地裁の時の裁判官は判決を下しましただから角田義一さんも「ほんだ俺俺が言ってることは何も通らねえじゃねえか」 ね、だけど群馬県にはまあ勘弁してやれよっていうような判決だったこれは双方納得いかないで交際にやったら交際は「いやいやこれは行政が、えー、正しい判断をしてね約束をたがえたつまり行政のールールに反してお互いに合意した、えー、合意書に反してそして えー、撤去しなさいというね、不許可、公演使用不許可の決定を下すのは、これは行政の判断は、えー、決して、えー、間違ってはないということで、高等裁判所、東京高等裁判所は、えー、一審を覆して、えー、原告敗訴ってなったわけです。で、毎回毎回、前橋の時はハンドマイクで応援しました。 で東京高裁来たらうちの街宣車を裁判所前につけて、えー、演説して応援しましたなぜか街宣車を持ってくるかというとまあ朝鮮人なんだかその手下の日本人なんだかあの薄汚いのがいっぱい湧いてきてねガー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 ハンドマイクでうるさいからうちのバス持ってって1200ワットで吹き飛ばしてやりましただから僕は 高裁に来たら今度は何か見てないんだよね前橋地裁は3年間全部見て通ってねだけど高裁は裁判官が正しい裁判,判断したで最高裁がなんと今日、ねえー、6月16日に、えー、原告の上告を、まあ、却下したわけだね敗訴確定 えー、憲法違反じゃありませんよといやこれ行政がね、えー、権限を逸脱してるんじゃないか憲法に違反するんじゃないかといったところでそんなわけないんだよそんなわけない正しい判断を群馬県はして朝鮮人追悼費名前のない実態のない追悼費は撤去しなさいということが、えー、日本の最高裁でも判断されて 万歳とうとう決まりました鈴木流の万歳はざまみろなんですけどね、えー、決まったわけですよいや、えー、非常におめでたいおめでたい第一歩ですおかしい日はね日本中にそこら中にあるんだな本当にそして間違った日はねいっぱいあるんですよ例えば墨田家の横浜公園にあるね関東大震災でほんな 朝鮮人が虐殺されたとかあれ6,000何百人だったかな死んだとか火に書いたあれはえ間違いというよりも嘘ですからねえそういう日本を貶としめるような日とかねこの群馬の森みたいに追悼碑に名前がないとかねえこういううはやめてほしいな本当とにえだけど日本の裁判ね、えー やりましたね本当嬉しいですね、えー。正しい判断をしていただいてね、えー、これは、えー、おめでたい、そしてこれを第一歩としてね、第一歩として、えー、これから、えー、おかしな追悼費の撤去、進めていかなきゃいけないなとね、えー、鈴木の病之は、えー、考えます。まそ、あ、よさんはね、えー、先頭に立って、えー、この問題 まあこの問題だけじゃないよね各地の問題やってくれるんじゃないでしょうかあるんだいっぱい東北にも北海道にもね同様の問題でこういうものが残っていくとこの日は嘘の日であってもそれが証拠になっちゃうからね100年後200年後こんなことがあったんだっていやそんなことはなかったんだよねだって日本人が 立てた追悼碑にはそこにちゃんと書いてあるから「鈴木信之さんここに眠ると」「鈴木信之さん、えー、信平さん信子さん」とかってこうやって、えー、書いてね「何月何日、えー、ここで、えー、こういう理由で亡くなった」えー「みんなで追悼しましょう」っていうのが追悼碑だからいやー適当なことをやってるとおーこういう目に遭うというね まあ、あのー、民主党時代副議長までやられた方が晩節を汚すというかね晩年になって、えー、まあ副議長朝鮮総連から金もらってあの <laughs> 辞職して勘弁してもらうぐらいだから汚れてんだけどまあそういう人は弁護団長やってもやっぱり正義には勝てないんだないやいやいや今日は追加いな一日でございました。 mm